皆さんこんにちは。前回ジュンベリーの剪定についてお届けしましたが、その時に言い足りなかったことについて今回はお伝えしたいと思います。前回の動画の前半でお届けした現場に先日行ってまいりました。9ヶ月経って前回切った部分がどうなっているか確認しながら今回の剪定をいたしました。今回の動画で特にお伝えしたいのは、胴吹き枝を取り除くタイミングを遅らせてしまい、だいぶ太くなってからこれを抜くと、木がどのようなダメージを受けるかということです。昨年の6月に剪定した木が、4月現在このような状態になっていたのを、このように剪定しました。後ほど、今回の主題であるここの部分についてのお話をしますが、まずは剪定の様子を部分的にご覧ください。枝先にはちらほら花も咲いていますが、毎回小さく小さくとおっしゃられるので、これらも取らざるを得ません。この部分は前回の剪定で切った部分です。この部分ですね。古い切り口の傷みも見受けられます。この部分の枝の傷みが激しいので、後で解説したいと思います。まず、この枝を切り戻します。枝先の方を切り戻しますが、まあどう切っても柔らかくはなりませんね。枝先の花をなんとか残してやろうと思うのですが、もみじと同じで切れば切るほどごつくなってしまいます。道路に面したところなどではどうしても枝先を詰めざるを得ませんので、このようなごつい不自然な枝ぶりになってしまいます。枝先を切りたくなければ、やはり広いところで育てるしかありませんね。切り詰めたくはありませんが、この細い枝は残してあげたいのですが、この太い枝の傷みがだいぶ激しいので考えます。腐れが下の方に進行しないうちにこの辺まで切り戻そうかと思います。この枝は後で解剖して中を見たいと思います。やはり芯が少し傷んでますね。それから今切ったこの部分についてなんですが、建物側にある幹は将来的には切らなければならない場合があるので、この青い細い枝は残したかったのですが、ここの切り方だけのことを言えばあまり良い切り方ではありません。というのはどういうことかというと、このように幹から太い枝、細い枝が出ていた場合、今回はこの細い枝のすぐ上で切りましたけれども、このような太い幹から極端に細い枝への切り替えはあまり良くないのです。このぐらいの太さの枝、おおむね幹の3分の1以上の太さがあれば、こういうところで切ってもまだ大丈夫なのですが、幹の太さの3分の1より細い枝のところで切り替えるとあまり良いことになりません。それはなぜかというと、木は根っこから水分などを吸い上げて葉っぱで光合成をしてエネルギーを作るわけです。ある程度の太さの枝があれば、そのエネルギーでこの切り口をカルスで塞ぐことができる可能性は高いのです。しかし、極端に細い枝に切り替えられてしまうと、エネルギーの供給が足りずにカルスを巻くことができず、枝の反対側の部分が枯れ下がってしまいます。なので左のような細い枝への切り戻しはダメで、まだ右の方が良いというか、左に比べれば右の方がまだ良いということです。左の例ですと、まだこの位置で切った方がまだマシということですね。いずれにしてもこのような強剪定はどうしてもやむを得ない時にすることであって、あまりお勧めできるものではありません。こういう変な枝にはしたくないんですが、なかなか難しいですね。太い切り口には融合剤を塗って作業を完了します。この部分は前回の動画で切った部分のさらに下で切ったところです。前回ここで切ったのですが、今回はさらにその下で切りました。それがこの枝です。卵の殻のようなものがついているのはイラガの繭です。カルスが巻きかけている切り口もありますが、幹肌が枯れ込んでいる部分もあります。幹の中心には腐朽が進行しています。どのように傷んでいるか割って中を見てみましょう。幹肌が荒れてる部分は中も死んでいます。白くなっている右側はパサパサで水気がありません。この細い枝がエネルギーを供給できたのが、この下側のこの部分だけだったのかもしれません。エネルギーが供給されなかったこちら側はカルスを巻くことができなかったようです。ここの部分はそれより以前に切られた部分で、カルスが巻こうとしています。こういうところでは普及はこの部分でとどまっているはずです。このように正しい角度で切られていれば、普及は最低限の範囲でとどまります。ここの部分に普及を止める防護壁がしっかりできれば、これ以上普及が進むことはなく、エネルギーや水分の供給が行われます。いずれにしましても、太い枝を切るということは木には相当なダメージがあるということを分かっていただけたでしょうか。あなたの心にも少しダメージがあったかもしれません。しかしこういうことが分かってくると、木を切ってやるとか、剪定をしてあげるとか、そういう思い方はしなくなるのではないでしょうか。どうか木を切らせてもらうという気持ちを忘れないでください。実作業と理論との間で悩み続けている私です。ご視聴ありがとうございました。